アウトドア好きの皆さん、こんにちは。屋根屋のちーぼーです。今日はですね、野営に向いてる人向かない人というねテーマでお話ししていきたいと思います。で、まあその初見さんの中にはですね、このヒゲ面男は何をしているやつなんだと、怪しい宗教にでも勧誘してくるんじゃないかと不安に思っている方もいらっしゃるかもしれないので、まあちょっとだけ説明させていただくと、まあ、僕は基本的に野営地探しをしてですね、山の中歩き回って、まあその中でこうブッシュクラフトみたいなね、ことをやってる動画をね出しております。で、まあそんな中でこう自然物を使ってどういう風に泊まればいいんだとか、もしくはその野営の中で、まあ真冬のキャンプなんですけど、真冬の山の中でどういう風にすればテントも寝袋もなしでなんとか一晩乗り越えられるんだろうみたいなサバイバル動画みたいなのをね出しておりますので、まあ気になる方はぜひですねチェックしていただくと同時にチャンネル登録していただけるとありがたいんですが、まあそういう僕がですね、今日は野営に向いてる人向かない人っていうね、ちょっと性格診断的なね感じのお話になると思いますが、まあそういう形で野営に今興味を持ってるんだとか、この世界はどういう世界なんだってちょっとね気になるんだけどよくわからない、そして自分は向いてるのか向いてないのかみたいなところがちょっと知りたい人にとってはね、ちょっと役に立つ情報を今日は発信していきたいと思っておりますので、まあ、ぜひね最後までお付き合いいただければと思います。ではやっていきましょう。今日のお話の構成としては、キャンプと野営ってどういうふうな違いがあるのっていうところをざっくりですね解説させていただいて、まあ、その後ね自分は向いてるのかな向いてないのかなみたいなねところのお話ちょっとさせていただきたいと思うんですけど、まずその流れ的にどういう違いがあるのかですね、まあ、キャンプに関してはもうやったことある人が大半だと思います。まあこの動画見てるくらいだからね、なんでまあすごくすっきりと流させていただくんですけど、まあ普通にキャンプだったらキャンプ場を行って、でまあそのままこうチェックインしてですね、まあ予約が必要なとこがあったり、そのまま当日行けるとこがあったりとかですねして、まあキャンプ場に着きますと。で薪なんかを買って、まあいろんなねお酒を開けながらゆっくりリラックスして楽しんで、まあ翌日チェックアウトして帰るっていう形になると思うんですが、野営に関してはこの手順が結構増えてですね、普通に Google マップとかで僕下調べをするんですけど、下調べをして、で必要であれば許可をもらうんですね。まあ管理者だったりに許可をもらって、でそこからまあ実際現地に行ってみて、でどこで泊まれるかな、実際泊まれるとこあるのかなみたいなところを山の中歩き回って探すところから始めますと。でようやく見つかりましたと。見つかった時に、まあそこでまあ薪があるかないかみたいな話もできますし、まあいろいろ山の中を散策してですね、まあ使える素材がないかっていうのを探しながら、まあそこで設営をして、でまあ翌日帰るみたいなざっくりとした流れですけど、まあこういう感じになりますよと。でここにどんな違いがあるかっていうと、やっぱそのキャンプと野営を比べてみたらって話なんですが、キャンプってのはやっぱレジャー施設で行う遊びだったりするんですよね。まあそのちょっとリラックスだったりとか、まあリフレッシュみたいなイメージが強いとは思います。まあ山の中でやることは変わりないと思うんですけど、まあただそうは言ってもやっぱり管理者がいて、まあそこをねキャンプがしやすいようにフラットに鳴らしてくれたりとか、もちろんそうじゃないねブッシュクラフトベースだったりとか、まあそういうちょっとワイルドなねキャンプ場っていうのはもちろんあるかもしれないんですが、やっぱどちらかというとやっぱそのリラックスタイムだったりリフレッシュタイムっていう言葉がぴったり合うんじゃないかなというふうに思います。野営に関してなんですけど、こちらに関してもスリルとか冒険っていう言葉がぴったり合うんじゃないかなと思っていて、やっぱその理由としてはさっき流れの中でお話しさせていただいたんですけど、まあ、下調べをするのが結構大変だと。普通にキャンプ場だと予約を取ったりとか、まあ、空き状況を確認していけば、まあ、そこで泊まれる遊べるっていうことはまあ確定はしていると思うんですよね。まあ、その天候の問題とか以外であればですね、普通に行けば泊まれるっていうことだと思うんですけど、やっぱその野営に関しては下調べをして実際行ってみて、まあただ行ったはいいものの、やっぱ林道が封鎖されてしまってたりとか崖崩れで通れなくなっちゃってたり、あとはまあそのうまくテントを張れるスペースが見つからないっていうこともやっぱあるので、その場合はですね、まあ、午後になってそういう状態になったらもうそこから何もできなかったりしますんで、まあ、そのままもうお家にこう帰ってこなきゃいけないっていうね、休みが1日潰れるっていうリスクがあります。その他にもですね、やっぱり結構野営っていうのは怖いんですよね。本当に誰もいない山の中だったりしますので、そして電波がつながることもやっぱり少ないです。まあキャンプ場の中でもそういう場所あるかもしれないんですけど、ほとんどの場合も山奥でやることが野営なので、もう本当に電波がつながらなくて、すぐに助けを呼ぼうとしてもやっぱり、ね、こう助けは呼べないとかっていうこともやっぱりあるので、レスキューも呼べないですし、なので結構体調管理にも気を使ったりですね、無
無理してこう降りようとしたら滑落しちゃったみたいなこともありますので、まあ、そこら辺のかなりこう野営地、山の中を歩くリスクっていうのもかなりありますと。そして夜とかも結構怖くてですね、やっぱその都会に住んでいて、まあ、もう都会に生まれ育った人だとあんまりね感じたことはないと思うんですけど、夜の山の中ってこう暗いと思ってませんか？はい、あの暗いじゃないんですよね。あの、まあ、暗いは暗いんですけど、暗いじゃなくて黒いなんですよね。本当になんかね、夜の闇っていうのが本当に真っ黒に見えるんですよね。まあ、山の中だったりするので、キャンプ場とかだったらね、まあ、隣にテントサイトあったりとか管理棟の光がいつもついてたりとか、まあ、どっかしらに光は見えるんですけど、本当に山の奥の中に行ってしまうと自分が発するテントサイトの光とか焚き火の光以外が本当にどす黒い黒が降りてるみたいなね、もう夜の帳とはもうこのことですよね。あの本当に全く自分がなんか宇宙の中に浮いてるかのような感覚になったりとかするので、あの本当に本当の黒さっていうのが、本当の暗さっていうのがですね、わかると思います。あのなのでそんな中、もう夜が来てしまう、まあ、もしくはその山の中を歩いてて、しばらく歩いてもう戻るには暗くなるっていう状況だともう引き返せないんですよね。いくらこのベテランの山登りをやってる人であろうとですね、夜の山の中を歩くっていうのはかなりリスクが大きいので、まあ、初心者ならもう本当にまさにもうそこに行ってしまうと帰れなくなるんですよ。なのでそういう危険があったりとか、もちろん野生動物も怖いですよね。やっぱクマが今よく出てるっていう話も聞きますし、やっぱこう僕も野営地探しをしてる中で、あの至る所のこのホラー穴だったりとか岩の下とかにクマの糞があったりとか、こう道を歩いてる時にクマがベリベリっと剥がしたであろう木の皮が落ちてたり、もしくは木に傷がついてたりっていうのがある。まあそういう時は本当に戦々恐々としてるんですけど、まあそれじゃなくても普通に鹿とかイノシシとかもやっぱ出会い頭だと怖いですし、やっぱね結構鹿とか体大きいですし、猿とかも怖いですよ。なのでやっぱりねかなり恐怖感っていうのがあるということも、やっぱりね結構野営っていうものの、まあそのまあなんだろうな、冒険だったりとかスリルっていう言葉を表してるんだと思うんですけど、やっぱね結構ハードルが高いんですよね、野営っていうのは。遊びではあるとは思うんですけど、まあ、かなりエクストリームスポーツに近いようなあの種類のものがやっぱり野営ですといったところで、やっぱりその部分においてはかなりキャンプと違いがあるっていうことを覚えておいていただければと思います。あとさっきも言ったんですけど、キャンプ場とかだと薪を買うっていうことになるので、まあ、しっかり乾いた、ね、薪を使って、まあ、火起こしをする、まあ、ある程度簡単ですよ。ただやっぱり野営地に関してはその現地にあるものを基本的に使うことになると思いますので、なかなかこう火が起こせなかったりとか、まあ、もちろん前日雨降ってたらもう森の中もう濡れ濡れになってますんでね、あの本当にそこで火を起こすってめちゃくちゃ大変なんですよ。まあ結構ベテランになったとしてもですね、結構火起こしが大変だなって思うこともやっぱ瞬間もあります。なのでそういったところもありますし、まあ、薪が落ちてないっていうこともあるんですね。まあ、流木がよく流れ着いてるところだったらいいんですけど、全然その薪にするような枝がないなとかっていう時もありますんで、まあ、そういうね、あのちょっと大変だなと、設営した頃には薪を集めて焚き火を起こす頃には結構ヘトヘトになっているっていうこともありますので、まあ、体力も使いますね。さあここまでお話ししてですね、野営に関してどういう印象を皆さん抱かれましたか？あの自分にはこれ無理だな、ハードル高すぎるなと思って、これちょっと断念かなって残念に思った方、はい、あとはなんだろうな、本当にめちゃくちゃ、いや楽しいじゃんと、面白そうだなっていう風にワクワクしてしまった方、うん、そういう人はまあ多分変態ですね。はい、まあ、あとはグレーゾーンな感じで、あどうだろうな、やってみたいんだけどどうだろうなって思いながらも、やっぱその僕が話していることを聞いた時にちょっとドキドキしちゃった、ハラハラしちゃったとか、あどうなるんだろうこれはって思っちゃった、その場面を想像してね、そういう方とか、うん、まあいろんな感じ方があると思います。で今言った3つの感じ方をした人は、これ結論から言うと野営に向いてると僕は思います。まあ、本当さっきまではめちゃくちゃこう怖いよとか、ハードル高いよとか、いやめっちゃ疲れるよっていう話をしちゃったんですけど、でもその裏側にはやっぱり楽しさもあって、それなりのですね、やっぱりその自分の足で歩いてようやく見つけた景色っていうのは、やっぱそのキャンプ場に行って見る景色とは全然違ったりとかします。やっぱ僕も野営地の中歩いていて、こう、あ
これ名前のない滝だなとかっていうのは、なんかすごい滝を見つけた時とか、すごく綺麗な苔の蒸す森を見つけた時とかっていうのは、やっぱり自分で苦労して歩いてそこにようやくたどり着いたからこそ味わえる感覚でもあったりとかしますし、あとさっき夜の闇どす黒いよっていう話をしたと思うんですけど、どす黒いからこそですね、焚き火っていうのをめちゃくちゃありがたく感じる。基本的にキャンプ場に行ったとしても、焚き火見てて、ああ飽きないなとか、リラックスできるなとか、焚き火の炎があったかいなっていう、その安心感っていうのはあると思うんですけど、それとはまた違ったですね、やっぱ安心感、本当の安心ってどういうことなのかっていうのをちょっとやっぱね、すごく体験できることだと思うんですよ。本当に僕もね、いつも野営をやっていて、もちろんランタンとかは持っていくんですけど、でも火がこうちょっと管理してなくて消えてしまったっていう時に、すごくやっぱ寂しさだったりとか不安っていうのもめちゃくちゃ感じるんですよね。でも火を起こして、こう火がボーッと上がってるとこを見た時に、あ、ようやくここが自分のテリトリーになったぞっていうね、やっぱりその自分のこうスペースになった、征服したじゃないですけど、ここには他の怖いものが、何かよくわからない野生動物なのか何なのかわからないものが入ってこないぞっていうね、自分のスペースを確保したぞっていう感覚を味わえるんですよ。これは未だに毎回そうですね。なのでその新鮮な体験っていうのがかなり多いです。そして、さっきもやっぱどす黒い宇宙の中に浮かんでるような感じだって言ったんですけど、やっぱその山の中に本当に一人になってきた時に、やっぱそのキャンプ場っていうのは周りに人がいたりするのでですね、やっぱ少しだけ話し声が聞こえたりとか、別の人が立てる物音だとか聞こえるんですけど、山の中って本当に一人だけなんで、なんだろうな、本当に詩的な表現になっちゃうかもしれないんですけど、本当に世界に一人だけだなみたいな、そういうその孤高な感じ、孤高ななんか安心感と言っていいのか、寂しさと言っていいのか、ちょっとこう恍惚とした感じの、その体験としてですね、めちゃくちゃこうなんか哀愁あふれるような、なんかどういう風に言ったらいいかわからないんですけど、それがすごくやっぱ新鮮な体験、スパイスになってくれると思います。なので最初に言ったこのスリルの裏側にある楽しさっていうのは、やっぱそのスリルとかっていうのはやっぱ恐怖感から来るものだったりとかしますので、その恐怖感っていうのをしっかり自分の中にある人ってっていうのは、この体験をすることによってより新鮮にそれを感じていただけることだと思いますので、なぜ僕が怖がりなのに野営をずっとやってるのかっていうのは、やっぱそこに理由があったりとかしますので、なのでハードルは高いと思うんですけど、ちょっと怖がりな人とか、どうしよう自分にはできないかなってちょっとこう、って思ってる人はですね、ぜひその一歩を踏み出していただくと、めちゃくちゃ面白いことになると思いますんで。でもう一つのですね、不向きな人っていう話なんですけど、正直本当に不向きな人っていうのは、そこまでいないのかなと僕は思ってはいるんですよね。ただですね、やっぱそのさっきお話しした結構リスクがあるよとか怖いよって話をした時に、なんかそこまでこう何も感じなかった人とか、なんかただだるそうだなと思って、いいかなぐらいの感じの人にとっては、ちょっとね、そういう人は少し難しいかもしれないですね。難しいっていうのも、別にやろうと思えばできるとは思うんですけど、あんまりやっても楽しくない可能性はありません。ただただ不快だとか、ただただ面白くないっていうふうに思っちゃう可能性もやっぱあると思います。それは単純に僕のこう語彙力が足りなかった、感情を動かすことができなかったってだけかもしれないですけどね。それはちょっと勘弁してください。ただそういう何も感じなくなってしまっているっていうね、人類皆不感症みたいな時代がやっぱ今来てるとは思います。僕もやっぱずっと仕事ばっかりしてると、なんか人生つまんないなとか、何か最近面白くないな、楽しくないなみたいなね、何を見てもネットフリックスでどんなアニメを見ても、どんな映画を見ても、なんかそんなに感情が動かないなみたいなね、時ってね、やっぱ中にはあるんですよね。そんな時にやっぱりこう明らかに全く違う非日常に自分の身を置いてみた時に、なんかこれはすごいなっていうのをね、なんか心からやっぱ体験することができる気がしていてですね、それで僕は結構人生観変わったというか、こんなにこうやっぱ生きるのって、そもそも大変なんだとか、やっぱ結構
こう自然の中に生かされてるのってすごいことなんだなっていうね、めちゃくちゃ新鮮な体験をして、そこから結構価値観が変わったりとか、することっていうのは僕の体験の中ではやっぱりあることだったりしますんで、もちろんキャンプはリラックスできるし、本当にねそういうことだけっていうのは必要だと思うんですけど、だけどですね、その裏側にあるですね恐怖感スリルによって自分のこう冒険心がくすぐられる、子供に戻るじゃないですけど、そういう体験ができる野営っていうのはもちろん皆さんにとって素晴らしい体験になると僕は信じておりますのでですね、今回不向きって言われちゃったけどとか、向き不向きで判断されたくないよって人もいるかもしれないですけど、まだ体験されてない方はですね、ちょっとでもこうその体験をしてみていただければと思います。その体験をするためのねハードルの超え方みたいな動画っていうのは僕のチャンネルの中で結構いろいろ出してたとかしますんでですね、ぜひそちらの動画チェックしてですね、何度もこう、人の動画をこう何度も見てですね、何回もその言葉を聞いてみると、いけるかもしれない、でもまだ、この動画見てまたいけるかもしれないと思ったみたいな感じで何度も励まされて、ようやく踏み越えられるハードルっていうのもあると思いますのでですね、ぜひそこら辺動画チェックしてみていただけるといいんじゃないかなと思っております。はい、ということで今日はですね、野営に関する向き不向きっていうお話しさせていただきました。向き不向きというか、単純に僕が野営の魅力を伝えたかったってこともありますので、タイトルをお借りしてるっていうだけだと思って方を持っていただければいいと思うんですけどね、野営にちょっとでも興味ある方はですね、ぜひ僕もいろいろ動画出しておりますんで、チャンネル登録していろいろお待ちいただければ、とてもありがたく思います。ということで今回屋根屋のちーぼーがお届けさせていただきました。ではまた皆さん次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。